何か視線を感じるだ。戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。
が服のために俺は。ここにもズーグルの群れか。ちょっと、あなたの剣と力なら最強のズーグルを叩き伏せられるでしょ。やるだけやってみるさ。叩き伏せます。当てる。くらえ。やる。任せてくれ。勝利と。くらえ。次。はあ。上げろ。当てる。はい。当たれ。終わりだ。勝利と。やっと。倒れろ。はい。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。やれるわ。終わりだ。どこだ。来なさい。終わりだ。爆破してあげるわ。どういうとき。どこだ。私に任せて。くらえ。次。ラグナレイ。私なら落とせるわ。くらえ。やっ。はあ。どういうとき。やっと。外さないわ。やっ。はあ。くらえ。撃ち込む。決めてやる。やっと終わりだ。任せて。あげろ。終わりよ。やっと当たれ。マグナレイ。くらえ。当たれ。決めてやる。見え。逃さない。あげろ。はい。やっ。終わりだ。行くわよ。はい。終わりよ。当たれ。この相手は任せて。終わりだ。やっと打ち込む。はあ。どういう技だ。マグナレイ。あげろ。私に任せて。くらえ。もう一発マグナレイ。はあ。どういうとき。くらえ。逃さない。決めてやる。どこだ。決めてやる。いった。くらえ。次終わりだ。そこ。どういうとき。見え。くらえ。倒れろ。もらった。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。泣き払う。やっぱり任せてくれ。どういうと。やっと倒れろ。もう一発。危ない。くらえ。撃ち込む。決めてやる。当てる。くらえ。危ない。任せてくれ。くらえ。勝てたからよかった。見通しが悪いわね。高いところにでも登ってみるか。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。だって、おかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなた、ダナでしょ。敵の技術を褒めるの。変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。
いなさそうな相手だな。来るなら来い、昇竜さんと。やるぞ。逃さない。終わりだ。くらえ、打ち込む。決めてやる。やるぞ。終わりだ。追いかけ、マグナレイ。くらえ、ケア、昇竜さん。どこだ。はあ、かげろう。はあ、そこ、はい、打ち込む。さらに打ち込む。昇竜さん、やるぞ。マグナレイ、かげろう。やるぞ。打ち込む。かける、終わりよ。昇竜さん、どこだ。さあ進むわよ。何かに使えそうだな。突破するぞ。そこだ。相手には動かず。マグナレイ、昇竜さん、下げろ。くらえ、ラストイン。全力でいけそうだ。君は地べたがお似合いよ。くらえ、ラストイン。終わりだ。マグナレイ、はい、当たれ。はあ、下げろ。あと少し。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。下げろ。もらった。マグナレイ、くらえ。次、はあ、うっ、投げ払う。もう一発。マグナレイ、打ち込む。はあ、はい、昇竜さん、やっと。任せて。私に任せて。敵を寄せつけないな。これが私のやり方。あなた、行くわよ。行け。終わりだ。マグナレイ。まだまだ上を目指す。なさそうな相手だな。そこ行け。誰に打ち込む。下げろ。どこ直すわ。打ち込む。終わりだ。全力でいけそうだ。くらえ、部屋行くわよ。決めてやる。もらった。マグナレイ、傷を直すわ。ファーストエイド。マグナレイ、くらえ、俺に任せてくれ。昇竜さん、当てる。倒れろ。マグナレイに任せて。どこだ。マグナレイ、どこだ。行くわよ。終わりやぞ。マグナレイ、やぞ。昇竜さん、これぐらいの相手なら問題ないな。
パガン遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかった。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの、食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能によりすぎててもう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。腹はちゃんと満たせるはずよ。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。うん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどおかげさんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。あ、いや、そういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。Thank you.